ポケオの動画。電子券をご利用くださいまして、ありがとうございました。次は、所沢、所沢です。次は、電車です。電車の線は、今回は西武新宿線と西武国分寺線、西武西武沿線が交わる東村山駅の連続立体交差事業現場を観察してみましょう。まずは志村けんさん東村山音頭に対し、所ジョージさんが作詞した東村山の歌でマインドを東村山にセットしましょう。東村山、東京の外れ、大外れ、いいとこ何にもどこにもない、たまたま人が住んでいる、準急だって止まる、乗り越しすると川越だ、埼玉県の隣、東京都の仲間、東村山、夢の街。東村山駅は連続立体交差事業で現行の3面6線の廃線を2面4線にスリム化します。なぜでしょうか。西武鉄道東村山駅は旅客数の大幅な減少が続いているのでしょうか。違います。理由は東村山駅の周辺に用地がないためです。連続立体交差事業は都道府県等が事業主体となるまちづくりの事業です。費用負担は約9割が税金です。残りの1割が鉄道事業者です。端的に言えば、鉄道が先にできて便利になり、沿線に道路や住民が増えた。今度は鉄道の踏切が邪魔なので鉄道は退いてくださいというのは理不尽である。だから連続立体交差事業は税金で行くこととなったというものです。連続立体交差事業では原則として鉄道施設をそのままの規模で立体交差します。単線なら単線、複線ならば複線です。小田急が連続立体交差事業に課金をして複々線化を行ったのは周知の通りです。ゆえに西武鉄道は連続立体交差事業で東村山駅を3面6線の規模で高架化する権利があります。しかし自治体側から駅周辺の街づくりが進行しており用地確保が困難との申し入れがありました。そこで西武鉄道は輸送計画や旅客流動を考慮し、西武新宿方に新たに西武新宿線と西武国分寺線の立体交差を設ければ2面4線にスリム化することが可能と判断しました。こちらに事業着手前の配線図を示します。西武新宿線と国分寺線の乗り継ぎは階段の移動を介したものであり不便が強いられていました。また西武新宿線の急行は田無駅以降各駅停車であり、東村山駅での緩急接続や優等対比のニーズはそこまで高くありませんでした。これらの結果、西武国分寺線を抱え込む2面4線の廃線と西武新宿方に新たに設ける立体交差でまあ良いだろうとなった模様です。とても合理的な発想ですね。なお西武西武沿線は本数が20分に1本と少ないことから平面交差でも良しとされました。せっかく3面6線を2面4線にまで減らして自治体側に譲歩するのですから、こちらも立体交差を求めても良かった気もします。個人的な感想ですが、西武鉄道は連結車両数や運転本数も多く、連続立体交差事業に対しても自治体側に譲歩するなど公共交通事業者として模範的な会社だなぁと感じた次第です。皆様はいかがでしょうか。第2章、
泣き別れホームへの興味。2021年7月現在、東村山駅の廃線はこのようになりました。1番線は工事用スペースに拠出され使用停止。さらに西武西武沿線と西武国分寺線が縦列停車をすることにより駅の省スペース化に貢献しています。現在3方面の列車が市島から発着するようになりました。旅客流動を見ていても同一ホーム上での乗り換えが多く、仮線といえど今の廃線は快適なのかもしれないと思うほどでした。20分に1回展開される西武国分寺線と西武西武沿線の泣き別れ発車シーンは見ていて大変面白いものがありました。なお東村山駅の廃線切り替えに伴い西武新宿線と西武国分寺線西武西武沿線の線路は接続していません。車両のやり取りは小平駅小川駅を経由して行われているそうです。今回もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは鉄道施設に関する解説動画をお送りしております。過去動画も合わせてご視聴いただければ光栄です。電車が参ります。真実を歌わねばと聞いてみましょう。東村山東京の外れ大外れこの大外れってどこがいいでしょう。ここがなかなかないもんね。出だしが東村山東京の外れ大外れいいとこどこにも何にもない人が住んでいる。
緊急だって止まる。乗り越しすると川越だ、埼玉県の隣、東京都の仲間、東村山夢の街。